麻雀遊戯王。麻雀遊戯リクエスト。さあ、プロ雀士の方に届いたリクエストをですね、実現していただこうという企画です。こんにちは、一品くんです。さあ、そして今回リクエストを実現してくれるのは佐々木久所です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということでですね、今回麻雀界随一の人気と実力を兼ね備えている佐々木久人プロにですね、一つリクエストが届きました。何でしょう。はい、どんなリクエストかというとですね、奥様である手塚咲久プロからね、届いております。え実は先日ですね、麻雀営業のオフ会に手塚咲久プロゲストで来ていただきまして、はい、その際にもちょうどその日にですね、久人さんのゲスト出演が決まりましたので、はい、今度出ていただくんですけど、何か、やってほしい企画とかありますかって言ったところ、はい、まあ、2つあったんですけど、はい、そのうちの1個が、はい、私のいいところをたくさん言ってほしい。奥さんの頼みとあればもう我々はもうやらないわけにいきません。家で言えばいいじゃん。照れくさいんです。直に言われるとやっぱ照れくさいです。ここで、メディアの力を使って全世界にいいところを発信しようくないですかそれ。っていう奥さんの望みがございました。この後ちょっとリクエストに応えたいということでですね、佐々木久人プロにはですね、はい、手塚咲久プロのいいところを、今回100個100個あげるまでこの企画は終わりません。100個書く。書きます。はい、そのホワイトボードを真っ黒にしましょう。ということでですね、今日はですね、耐久企画きついよ。急遽耐久企画ということで、やっぱこれはもうさ、菊さんも期待してると思いますから、私のいいところたくさんある知ってるよね。ちょっと待ってよ、100単語書くのも大変ですそれを褒めるわけ。そうです、そうです。これはもう、まあ多少似てたりしても構いません。やれるだけやってみましょうということで、ぜひよろしくお願いいたします。わかりました。はい、愛を証明しましょう。麻雀遊戯王。綺麗。ああ、いいですね、いいですね、素晴らしいです、綺麗。はい、あ、料理上手。ああ、素晴らしい、料理上手。綺麗好き。ああ、いいですね。朝寝てる時に掃除機かけるのはちょっときつい。早い、はい、ちょっと早い、まだ寝てるよと思いますけども。さあ、あと90秒。これって今までやった人いるんですか。いないです。これは新企画ですね。一品君も企画を考えた段階で無謀かもと思いましたけども、でもこれは佐藤さんならやってくれるって信じてます。若い。そうですね、お若い、見た目お若い。はい、結構やってますからね、いろいろね。美容のちゃんとアンチエイジングされてるということで。はい、あ、田舎がいい。そうですね、ご実家がね、素敵ですね、北海道の。はい、あ、いいですね、ショートカット似合う。ショートカット似合う。いいですね。いいですね。ショートカット似合う人なかなかいないですね。なかなかいないです。なかなかね。やっぱショートカットが似合うっていうことはすごいね、綺麗だという。髪長いより多分いいんじゃないですか。なるほど。はい。ああ、肌が綺麗。メガネ。メガネ似合う。ああ、いいですね。そう。ちょっと理智的なねキャラクターにもなるんですよね。関久さんメガネをかけたら。足細。細。いいですね。はい。あ、すごい、これあと1個書いたらもう10個ですよ。あと1個で10個。あと1個で10個じゃないですよ。あと1個で10個だね。倹約家。倹約家、あ、いいですね。あんまり、ね、無駄遣い。はい、無駄遣いされない。はい、いいと思います。たまに迎えたまに迎えてくれる。Mリーグ遅くなるんですよ。はい、はい、で帰り、バスとかなくなると、はい、ちょっと帰れないですか。はい、ああ、いい、素晴らしいですね。はい、毎日じゃないですか。はい、たまにがね、はい、だからこそ良さがありますからね。はい、はい、ああ、ね、勝ち試合見てて文句言わない。これ久人さんがご自宅で自分のね対局を見てても全然文句言わないと、はいはいはい、ずっと見てることは多いから、はい、大事な試合の前とかを見てるとまあまあ文句言わなくて、はい、なるほどなるほど、いいですね、ストレスない。いいですね、はいはい、ちゃんとね、スタッフさんのね、コンディションもちゃんと、はいはい、上げてくれる、はい、爪が綺麗、ああ、いいですね、いいですね、はい、まあ、体の綺麗なパス、今もう体の、ありとあらゆる体の綺麗なパス上げていきましょう、はい、はい、目が綺麗、目が綺麗です、全部綺麗だもん、はい、鼻が高い、いいです、鼻が高い、いいです、いいですね。気が利かねえのかな。気が利かない。逆にね。逆にそれがいいかもしれない。気が利きすぎる
るとね逆に甘えちゃうところがありますから、ね、それによってね自分が律しられるっていう、はい、いいですよ、調子上がってきました、調子上がってきました、準備に時間がかかる、準備に時間がかかる、待ってる時間がないですねいいところですよ、いいところですよ、準備に時間がかかるからこそ久さんの準備万端にできる、そういうことです、そういうことですいいところだった、よかったよかった、いいところだ、はい、準備もうちょっと早くてもいいかな、まあ、はい、はい、まだ綺麗な場所があった歯も綺麗ですよ、はい、髪が、はい、髪がちょうどいい方さ、ちょうどいい方、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、まだ1,2,3,4,5,6,7,8,9 10今2でも20個ある、20個ある、はい、あと80個ある あとって考えるとちょっとあれですね、なんか先が長い気がしますよね、ちょっとまあ似てるけど、はい、味付けがうまい、あーいいですね、味付けがうまい、はい、ちょっとしたちょい足しがいいですね、うん、お茶は入れてくんねえしな小盆の小盆の、はい、やりました、結構いろんなとこ連れてってもらったりくれたりするから、なるほど、休みの日とか、はい、まあ、結構僕仕事の日とか、うん、こういうのはありがたい、いいですよね、非常にいいところ、はい、はい、朗報です、ここで20ですここで20、ここで20来ました、20来ました、100って誰が言ったんですかバレた、さっきさんが100って言ってないのバレた、やっぱりいけるんじゃないかなってイーピングが思ったっていうこ ことですね、字が綺麗、はい、字が綺麗、いいじゃないですか、はい、姿勢はいいですね、姿勢がすごく、はい、はい、いいです、麻雀のってフォームとかもいいんじゃないですか、あ、いいですよね、はい、麻雀に対するなんか姿勢考え方みたいなのもあったりする、あ、それはあんまりなかったなかったです、ドラマ好き、あ、ドラマ好き、ドラマ好きですね、はい、ひどいんだよな、ひどいって言っちゃった感受性が豊かですね、そうですね、感受性が素晴らしいです、いろんな情報を仕入れよう、仕入れよう、そうですね、はい、できるよ、はい、あ、研究熱心、これはいいですね、はい、いろんなことに対して、例えば洋服とかも、はい、うん、これは素晴らしいですね、はい、研究熱心がいいところ、はい、すごい書き方やばい、この人100行く前にこれ埋め落としてる、この私にやられて取ってくれている、いいですね、はい、これが一番すごいかもしれないね、そうです、まあ、そうですねという言い方はあれですけど、でも、ね、もうやっぱりね、はい、しっかりおしどり夫婦ってね、やってくれてますから。今日ね、だいぶこう、インクもなくて。もっと締める姿勢になってますから。わかりました、久さん。これはもう、ここまで来ると100は大変だと思いますので、はい、あの、白い部分全部埋めたらクリアとします。あとちょっとだけありますから。あ、時間に正確。はい。素晴らしいですね。はい。細かい。細かい。これはまあかなり細かくてね、まあ、めんどくさいくないんだけど、めんどくさくないですよね、ちょっと気が利くなっていうのも細かいおかげでいろいろ気づくことがあるっていう、はい、洗濯物を畳むこれよくやってくれてるんですよね、はい、僕のほったらかしにしないちゃんと畳んでくれてるんで助かりますよね、はい、いいですね、はい、これで全部埋まりましたかね、ちょっとホワイトボードが残念ながら埋まってしまったので全部消してもう一回書くって言ったんですが、これはでもこれだけ書いたらやっぱ素晴らしいと思いますので、ちょっと100個にはいきませんでしたが、書いたことでやっぱ佐木さんがどれだけ素敵かっていうのはちょっと久さん分かったんじゃないかな、これ他の人にもやってくださいよわかりました、やりましょう、はい、旦那さんキャラの、プロジェクションの方はすぐに呼んでこれやらせたいと思いますので、はい、次はサルバーさんになります、はい、これだけね久さんは書けたぞということで、はい、あとは皆さんコメントとかでまだ佐伯さんこういうところがあるんじゃないかって方はコメントでね書いていただけたら、はい、あと70個書いていただけたら100個ありますからぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、そして佐伯さんね、久さんこれだけね見てますよということでこれを受け取っていただきたいと思います、だいぶ私に対する評価も変わってくるんですかね、そうですね、これに対しても変わってくると思います、対応も変わってくると思います、そうですね、あのなんか
時折思わず逆の言葉が出てた感じがあったので、それはちょっと皆さんね、ここで見ていただきたいと思います。久田さん、ありがとうございました。さあ、この動画面白かった。あとやっぱ久田さんはね、久木さんのことをちゃんと見てるなと思った方、ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。